新中華街なら本格中華が味わえる横浜あんかけラーメン。旨味あふれるとろみがたっぷり野菜と細麺を包み込んで、これこれうまさ絶頂、横浜あんかけラーメン売上ナンバーワン。冷凍中華はマルハニチロ。新中華街ならお店クオリティの五目あんかけ焼きそば。野菜と豚肉の旨味ごととろみとなって、うまい。うまさ絶頂、五目あんかけ焼きそば売上ナンバーワン。冷凍中華はマルハニチロ。また横浜あんかけラーメン。はい、カット。はい、カット。カット。また、だぞ、せーの。五目あんかけ焼きそば。カット。すごい。じゃ、いきましょうか。はい。はい、カット。はい、カット。もうちょっとだけ柔らかいといいかも。あ、むずいな。いい感じですね。じゃあ、やります。また、はい、用意。また、いいですね。また、スタート。あ、いいですね。はい、加藤。これに座ってる。ここの、頭のこの。はい。はい。あ、触れないほうがいい。横浜流星さん、今日いろいろ撮影試験ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。今回新しいスタッフだったので新鮮な気持ちで臨めましたし、今回五目あんかけ焼きそばと横浜あんかけラーメンが売上ナンバーワンということで、いつもシンプルな空間の中での撮影だったんですけど、シンプルなんだけどすごく豪華で身が引き締まりましたね。やっぱり食べっぷりですかね。何度もみんなで試行錯誤してやっていったので、そこは見ていただきたいです。まず一番は本格中華のような味を手軽に食べられるっていうところが一番のポイントかなと思っていて、で五目あんかけ焼きそばの方は具がたくさんあって、あんがこうトロトロしていて、すごくこうなんだろう、うまさが凝縮してるので、そこが人気の秘訣というかポイントなのかなと思ってます。で横浜あんかけラーメンの方は同じくこう具はたくさんあって脂っこかったりとかすると思うんですけど、あんがさらりとしてるので食べやすい、なのに濃さはしっかりあるので、そういうところがポイントなのかなって勝手に自分は思ってます。大満足です。具がこんなにたくさん入ってるのってなかなかないのかなって思うので、すごくこう満足感が得られるのかなと思います。まあ、美味しいものはどんな時も食べたいですけどね。でもやっぱりあまり僕は自炊を忙しくなるとできなくなってしまったりするので、まあ、そういう時は頼ってますね。そうですね、まあ、本当に手軽にこんなに本格的なものを味わえるのはね、ないので、だいぶ頼らせていただいてます。はい、おすすめですね。僕火鍋が好きなんですよ。だからなんかこう火鍋があったら嬉しいな。毎日食べるのかなって。ないですよね、見たことないんで。初をぜひ。でもこんだけ種類が豊富なんでできると信じてます。いつか僕も教えてほしいくらいですけど、でもやっぱり体を動かすのはストレス発散になりますよね。なので僕は走ったりとかしますし、あとはちょっとジメジメしてて気持ち的に入りづらいと思うんですけど、やっぱり湯船とかやっぱいいですよね。お湯に浸かるのはその時間って結構自分の中でも大事にしてる時間ではあるのでね、なんかそういうのはなんかストレス発散にはなるのかなと思います。なんかトレーナーさんにおすすめされた入浴剤というかマグネシウムみたいななんか入ってるような、なんか汗もたくさんかくみたいな、そういうようなものを入れたりとか、あと香りがいいものを入れたりとかして、なんかやっぱ匂いとかもね変わると
すごくこう気持ちが晴れやかになるので、そういうので楽しんでます。こんにちは、横浜流星です。新中華街シリーズの五目あんかけ焼きそばと横浜あんかけラーメンは売上ナンバーワンを誇り、お店で食べられるようなこだわりの味が手軽に味わえる人気商品です。ぜひうまさ絶頂をご自宅で体験してください。よろしくお願いします。マルハニチロ。